2016年ダイエット、今日が6月30日、今日で6月も終わりです。今朝の体重が 71.2、 最安値タイですね。だいぶ痩せてきたんですよね。まあ、ボディビル大会が3日後に迫ったっていうのが一番の大きな理由なんですけども、ちょっと気合が入ってきて、炭水化物を抜く期間が本当なら今日は食べる日なんですけども、今日も抜いて木曜まで抜くことにしました。で、金土と食べて大会に向かうっていう感じで、まあ大きな理由はないんですけども、ちょっと頑張ってみようかなと思ったんですよね。まあ、これが、吉と出るか凶と出るかは分かんないんですけどもね。炭水化物を抜くと筋肉の中のグリコーゲンがなくなって、枯渇するわけですよね。それで大会の前の3日間炭水化物をグワッと入れると筋肉が張るっていう理屈がカーボローディングってやつですね。もうカーボローディングって言葉は結構一般的ですけども、まあ、身をもって体験してみれば、やはり炭水化物を入れると筋肉が張る感じがありますよね。炭水化物を入れないとやっぱ筋肉張る感じがないですね。炭水化物っていうのが筋肉の中にグリコーゲンとして、蓄えられてますからね。これはもう男性でも女性でも筋トレやってる人でもやってない人でも同じですからですね。やはりダイエットの鍵は炭水化物だなとしみじみ思います。まあ明日から炭水化物食べれるんでちょっと楽しみですね。最初はオートミールなんかを食べてみたいと思ってます。明日もしかしたら体重が落ちてるかもしれません。